中国をしのぐ建造スピードで建造している最上型護衛艦ですが、では何がそんなにすごいのか今更聞けない。今回は最上型護衛艦 FMM の高性能なシステムについて詳しく見ていきます。韓国の話があまりできてませんが、すでに終焉を迎えているようです。2023年現在、海上自衛隊の最新鋭の水上戦闘艦として君臨しているのが最上型護衛艦であり、昨年2022年に1番艦、最上、2番艦、熊野、3番艦、能代の3隻が就役を果たし、新たに日本の戦力となっている。今年2023年も最上型護衛艦は、4番艦の三隈が、3月、5番艦の矢作が、12月に就役を迎える予定であり、今年を含め、以後は、この3月と12月という時期で、年間2隻ずつ、の増加が見込まれている状況だ。最上護衛艦は、近年の他国海軍の水上戦闘艦と同様に、敵のレーダーに探知されず、ライステルス性能を追求しているため、極端にすっきりとした外観が特徴的で、いかにも新しい軍艦しかとした見た目をまとっている。そうした外観が与えるインパクトも大きい最上型護衛艦だが、海上自衛隊の水上戦闘艦としては、実に久々にフリゲート艦に分類される艦艇でもあり、コンパクトな船体に多用途を担う汎用性を持たせたものとなっている。はっきりとした線引きは、各国の海軍艦で統一されたものではないことや、時代によっても、水上戦闘艦の分類は、左右されるために一元で言うのは難しいが、大まかに言えば、下記のように、軍艦の種類は大別されている。近年では、艦隊の規模が大きい方から、巡洋艦、駆逐艦、フリゲート、コルベットの順となっており、これに、第二次世界大戦期までは、最も巨大で、大口径の主砲を搭載した戦艦が、最大のポジションを占めていた。現在では、こうした戦艦を運用する海軍は、なくなってしまったことから、最大の水上戦闘艦は、巡洋艦となっており、ロシアのキーロフ級や、アメリカのタイコンデロガ級が、その範疇を代表する艦艇である。ただし、通常は、駆逐艦と呼称されている、アメリカのズムボルト級や、中国の055型南アキラ級、そして、海上自衛隊のマヤ型護衛艦等は、満載排水量で、1万トンを超過する大きさであるため、場合によっては巡洋艦と見さされることもある。まあ、海上自衛隊のイージス艦を含む大半の艦艇は、いわゆる駆逐艦サイズであり、三型護衛艦は、それらより小型なフリゲートに分類され、同時に艦種を示す記号にも、FFM という新たなものが付与されたという形だ。この最上型護衛艦に与えられた FFM とは、FF がフリゲート艦を、M が、機雷、マインと多用途、マルチパーパスの2つを示していると言われ、同艦に与えられた役割を、実に端的に集約していると言ってよいだろう。最上型護衛艦は、従来の駆逐艦サイズよりコンパクトなサイズでありつつ、従来まで、さらに、小型の掃海艇が担っていた対機雷戦闘を任務として実施することを可能としており、その用途から見れば、大型艦とも言える。具体的な最上型護衛艦の使用は、基準排水量で3900トン、満載排水量で5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルというサイズ感であり、マヤ型護衛艦のおよそ半分の排水量である。最上型護衛艦の構想は、2005年頃から海上幕僚艦部で始められ、その時点では、
アメリカ海軍のフリーダム級やインディペンデンス級などの沿海域戦闘艦を念頭に置き、高速力かつ低コストな艦艇が施行された。ちなみに、フリーダム級は、経過排水量が2707トン、満載排水量が3292トン、全長が 115.2 メートル、全幅が 17.4 メートル、喫水が 3.96 メートルの規模であり、ウォータージェット推進で、最大速力は、なんと、45ノットにも達する。また、インディペンデンス級は、経過排水量が2307トン、満載排水量が3104トン、全長が 127.4 メートル、全幅が 31.7 メートル、喫水が 4.3 メートルで、やはり、ウォータージェット推進を採用、最大速力は40ノットとなっている。インディペンデンス級の全幅が広いのは、同級が珍しい三導線形の船体を採用しているためであり、非常に特徴的な外観でも著名だが、軍艦としては、メジャーな宝石とはならず、後継艦にも継承されなかった。しかし、当時の2005年前後には、こうしたアメリカ海軍の沿海域戦闘艦をケーススタディとした新型艦が模索されたこともあり、ことに40ノットを超過する高速力を誇るウォータージェット推進には注目が集まっていた。ただし、今や今後2026年頃からの収益開始が予定されているアメリカ海軍のコンステレーション級ミサイルフリゲート艦でもウォータージェット推進は廃止され、最大速力も26ノット程度と高速度の追求は行われていない。これは、沿海域戦闘艦という、比較的に小型な艦艇であっても、製造やメンテナンスに費やされる、コストと速度を比較した場合、ウォータージェット推進を採用するメリットは、乏しいと判断されたことを端的に示しているのだろう。そうした世界的なフリゲート艦の潮流の変化の中、2013年末にもが2型護衛艦は、当時の防衛計画の、対抗や中期防衛力整備計画で構想の具体化が進められ、中国海軍の増強が本格化するのと並行して建造に向かって動いた。こうした経緯をたどりながら、2017年には防衛装備庁が実際に艦艇を建造する造船会社から建造案を募る形で計画は進み、三菱重工業者、三井造船社、ジャパンマリンユナイテッド社の3社が、これに参加を行った。その結果採用されたのは、三菱重工業者の建造案であり、これが、今のもが2型護衛艦となり、実際の建造は、同社と三菱重工マリタイムシス、テムズ社、旧三井造船社が担当し、現時点では、22隻までの建造が予定されている。結局もが、2型護衛艦は、推進方式には、ディーゼルとガスタービンという異なる2種類の機関を複合した方式を、海上自衛隊の艦艇として、初めて採用。これは、当初より念頭に置いた、アメリカのフリーダム級やインディペンデンス級などの沿海域戦闘艦と同様である。このもが2型護衛艦の推進方式は、コダグ、コンバインのディーゼル&ガスタービンと呼ばれるもので、低速時並びに巡航航行時には、ディーゼル機関を、加速時や高速航行時には、ガスタービン機関も、同時に稼働させる仕組みである。この仕組みによってもが2型護衛艦は、航続距離と燃費性能、そして緊急時の速度を両立させることを基としているが、大きく特性の異なるディーゼル機関と、ガスタービン機関をつなぐ、ギアボックスの製造の難易度は高い。もが2型護衛艦は、ディーゼル機関としては、ドイツの満車製の機関を2機、ガスタービン機関としては、イギリスのロールス・ロイス社製の機関を1機搭載しており、合計での最大出力は、7万馬力で、
30ノットの速力を発揮する。で、破壊したのが、身型護衛艦が搭載する小ダグ方式が、推進機関として、最新のものかといえば、そうとは言い切れず、ことに、2000年代以降に注目されているのが、電気を、艦艇の推進に使用する、電気推進方式だと言えるだろう。電気推進方式は、ディーゼル機関やガスタービン機関といった、従来からの内燃機関で、発電機を動かし、そこで得られた電力を用いて、モーターを駆動させるもので、内燃機関の力を、直接の動力源としては使用しない。艦艇の主な推進機として使用されるスクリュープロペラ等に対し、電力で作動するモーターは、力を伝える、方向やスピードのコントロールが容易で、かつ振動も少ないことから、艦艇の動きを制御する力としては、利点が大きい。反面、内燃機関やモーターそのものといった、設備自体が大型化せざるを得ないため、製造、及び、メンテナンスコストが増加する点や、スペース効率にやや劣る傾向があるが、今後は、軍艦の主流となることが予期される。それは、現在の軍艦においては、搭載する電子機器の量は、増加の一途をたどっていること。そのためより、大電力を、供給可能な推進方式が必要とされるためであり、このあたりの事情は、戦闘機のエンジンとも似ているように感じられる。